片鏡は中国の伝統的な対面楽器である。偏金と同様の台に音向の異なる複数の長方形の鉄板を並べて、ぶら下げ、鉢で叩くことによって、旋律を奏でることができる。八音では、金に属する。現代中国ではほとんど使われていない。韓国に伝播した。日本にも伝播したが滅んだ。韓国の法郷片鏡は、北州の時代に存在し、 十六枚の鉄板から成り立っていたと言う。また、南朝の寮の銅金という楽器が片経の一種であったかもしれないとも言う。唐の円楽でも宝経は用いられた。日本では、紀ビ・マキビが七百三十五年に唐から持ち帰って、聖武天皇に献上した楽器の中に片経がある。正倉院には、鉄片郷と称する法郷に使われた鉄板九枚が現存し、 1875年に作られた模造品を東京国立博物館が所蔵する。そう、元でも円楽で使われた。雅楽では使われなかったが、真の雅楽の一種である、丹のボル楽では、仇が使われている。現在日本では、小僧院復元楽器としての法教が前日の1875年に作られたものをはじめ複数存在するが、 公共の伝承曲は現存していないため、西洋音楽系の楽曲の編曲や現代音楽等に利用されている。ありがとうございます。